ち。今は多分これ25キロぐらいと、後ろが5キロぐらい、30キロかな。まさか自分がこんな荷物を勝負登山をするようになるとは。今日はめっちゃ綺麗で、なりはちょっと曇ってます。また今日も夜の1時に出て、今2時半。今日は多分朝8時までこのトロトロ歩きを続けます。荷物が30キロさえなければ、この30キロの荷物さえなければ全然難しい山じゃないと思うんですけどね。すごく綺麗、綺麗です。ただアラスカ、これもセブンサミットの一つ、バラエティのある楽しみというところでしょうか。まあこれはこれでいいかも。まあ登れればだけど、まあ、絶対登ると思います。登頂必ず。今回も素晴らしく綺麗な今日は天気です。昨日は、一昨日か、昨日はレッスンだったから、一昨日は吹雪れました。すっごく、すっごく変わりやすい天気です。でなり。ひたすら歩くこと、2時間。天界みたいな空の色してる。天国みたいです。最高だね。うん、ほわ、この色は綺麗だ。やばいな。やば、綺麗な空です。おととい、荷物埋めたのがここ。ほんとすっげえ綺麗な空だ。着きました。キャンプ2。こっからもまたこの重い荷物を荷上げして2回に分けてキャンプ3、さらにキャンプ3からまた重い荷物を荷上げしてキャンプ4で、やっとはアタック。長い、何すん、荷上げが長い。あれがアラスカ、あれがアラスカ2番目に高い山らしいです。夜の8時40分で、キャンプ2でなり、はあ、キャンプ4まであるんだよね。雲の中